はい、おはようございます。おはようございます。私の方から、まだ怖いです。それでも感謝から、見てあります。一つは今日、民主党の代表選が行われますが、お二方候補だ、出られていますが、どちらの候補を支持されるかお考えはありますでしょうか。今回の代表選挙については、私の方からはコミットしない、申し上げてきているとおりでございますので、事前にも規模にも今のようなお尋ねにはお答えをしないと言っております。2点目は原発の新増設についてですが、新増設を原則認めないと民主党が決めた方針について、安倍総裁が、先週ですかね、もう一度見直していきたいと会見で述べたそうですが、経産省としての考えはありますでしょうか。安倍総裁のご発言をですね、全部詳細に発表しているわけではありませんが、必ずしも現在の政府の方針について十分にご理解をいただいた上での発言かどうかということを含めてですね、しっかりと今後のご発言や決定を見守りたい、私あるいは民主党としては、着工をしていない原発について進展しないというのは、これは党の方針として今後野党の立場から主張してまいるということになると思います。では各社お願いします。よろしいですか。すいません、あ、フリアスちゃん上です。今の幹事社さんの質問に重なってですね、一般の国民はですね、いろんな形でこれまでも原発ゼロという、程度はともかくそういうのを強く出している中で、新しい原発までも認めてしまうというようなことが報道されております。これについてはもう少し民主党としても、特に担当の大臣としてもですね、明快なご説明に、強いメッセージなりいただければと思うんですけども、何でしょうか。私個人としても、党としても、従来の方針をご主張として変えるつもりはないと、明確に申し上げているところであります。その懸念、一般の方の懸念については、どういうふうに受け止めておりますでしょうか。その原発を進行する人たちの。一般の方とおっしゃられますが、一般の方の多数が自民党に多数を選挙の結果を与えている、この民主主義の結果というものについて、スタート前からですね、何か申し上げるのは、それは私は逆に選挙を通じた反則民主主義というものに対して、僭越だと思います。代表選にコミットしないということなんですけれども、いえ、この間申し上げた通りで、一有権者として一票は投じますが、それ以上のコミットは正確にはする。その態度を明らかにできないというのは何か理由があるんですか。態度を明らかにすること自体が一定のコミットすることになることだというふうに、それはただやっぱり民主党の主要、政権で主要ポストを占められてきて、それがどういう体制で置かれるのかっていうのは、どちらをご支持されるのかっていうのは、国民の皆さんも注目なさっている、有権者の皆さんも注目なさっていると思うんですけれども、それでも明らかにされるつもりはありませんか。選挙のあり方として、特に国会議員の票は記名投票にして、それぞれの責任明らかにすべきではないかという一つの考え方してあるなというふうに思いますが、無記名投票ですので、そうしたことの中で、私は総合的な判断として、今回のこの参議院選、衆議院選挙で負けた後の代表選挙にあたって、私のこの間の経緯を考えると、一有権者としての投票をする以上に、コミットするべきではないかというふうに判断しています。それはやはり党内の混乱をこれ以上招きたくないということでしょうか。総合的に判断をしていて、やはり結局海江田さんと馬淵さんしか出なかったということになりましたが、コミットしないとおっしゃっててもなんですけれども、やっぱり自分が出るべきだったと思うんであります。コミットしないということは選挙の終わったところから確信をしております。他の方が出られるべきだったというふうにも思われます。そういったことを含めてコミットしないに関して
コミットした中で質問難しいんですが、その お二方の代表がその、まあ、民主党野党になりますけども、国民の民主党を支持した方 その信託というか、国には十分に応えられるの資質をお持ちだとお考えでしょうか。今の方に対してもコメントするべ すべきではないというふうに思っていますし、民主党が今回国民の皆さんからいただいた厳しい審判に応えて再生をするためには一人のリーダーに依存するのではなくて、党を挙げて努力をしなければならないというふうに思います。いいですか。藤井と申します。枝野大臣は、日本新党からの議席から継続して政治不信の脱却というものを訴えてきたかと思います。その中でご自身が政教になってみて、そういった政治不信というのが、払拭できたとは言い難いというふうに個人的には考えるんですけれども、ご自身としてはどう分析されているんでしょうか。残念ながら政治不信というよりも、私は何て言うんでしょう、従来の政治風土からの脱却ということを申し上げるべきであります。私自身の政治発言や行動については一切変化してない、で、その他もやってこれたというふうに指しておりますが、特に大臣であるとか党の幹部をやらせていただいて、党あるいは政権、さらには政治全体ということについてですね、そうした古い政治風土のからの脱却ということについて、必ずしも十分な成果は上げられていないということに対しては熟知たる思いを持っております。ただ、従来の古い変わるべき政治風土からの脱却に向けた、何でしょう、目を出すことはまだできていないけれども、地盤を耕す、土地を耕すということはこの間も進んできているというふうに思っていまして、できるだけ早くそこから新しい政治風土の芽を出していけるように努力をしてまいりたいと思います。そのために、民主党代表選考というのがあるわけなんですけれども、今後民主党が進むべき方向、枝野大臣ご自身が今後政治活動をする上で進めていくべき政策の、プライオリティが一番高いのは何だと考えますか。政策のプライオリティというのは、あえて言えば、これは僕、ずっと昔から言っていますが、政治家が選べるものである、つまり、その時その時の社会的、経済的、さまざまな状況の中で、何を優先するべきなのかということの判断は変わっている、それこそ東日本大震災があったかなかったかで、優先順位が変わったわけですから、それはあらかじめ予断を持っていることではないというふうに思っています。ただ私自身としてこれからもやっていかなければならないのは、私自身が8月に本を出しましたけれども、いわゆる近代化路線からの一日も早い脱却と、負の再分配をしっかりと国民で共有をして進めていく、こういった方向での政治を進めていく、私の本をできれば読んでいただければ、私が何をしたいかということは明確に書いているつもりです。はい、ありがとうございます。